こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、以前やって割と好評だった 大山春、僕自身のですね、劇的ビフォーアフターシリーズ第2弾ということで、今回のテーマは、時代遅れのファッションを今のトレンド感が漂うような着こなしにアップデートしたいということで、まあ、実例をしっかりとお見せしながら、その場で着替えてですね、皆さんに具体的に解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、時代というのはですね、緩やかに変化してきているものなので、まあ、僕たち30代、40代の大人世代が、 好きだっっっったたタイトトトなななななシルエッででででですす、ね、ももでですねねねここうういいいもものの今はレンドの変化でちょととと古くくてるかなということが少なくないんです、ね、また、着こなしの方向性もかなり綺麗め寄りだった時代から今はちょっと少しカジュアルめになっていたりだとかまあそういった点も含めてだいぶスタイルがですね10年、20年前とは変わってるかなと思うんですねただ動画を見ていただいている世代の方はですねなかなか自分のスタイルをですね崩せずに今もそのままの方も少なくないかなと思うんです ので今回の動画では一つ具体例をお見せしながらまあ、1点ずつ着替えながらですねこの辺りを変えると今っぽくなりますよというところで、まあ、無理をしない範囲で決して無理して若作りするわけではなくてまあ、自然な形でトレンド感が漂うような着こなしにアップデートできればなと思いますのでまぜ、あ、ひ皆さんですねエンタメ感覚で気軽に楽しんでいただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしてますのでよかったらチャンネル登録 の方もよろしししくお願いまます。それでは早速ってみましょう。皆さんこんにちは。木沢山俊40歳です、えー。今回は僕の着こなしを皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。はい。まずはですね、こちら。えー、僕はジャケットのスタイルが大好きなので、えー、ジャケットの色はやっぱりネイビーじゃない。ブラックですね。ブラックのようなシャープな色が僕に合っていて、なるべくタイトに着たい。そして、 このジャケットをですね、ポイントとしては、ちょっと腕まくりをしながら、少しですね、この肌の露出をさせたい。これが僕のコンセプトとしてはあるんですね。このスタイルは僕の中では20年間譲れないものがあって、このスタイルを今も続けています。そして、この露出した腕にはですね、皆さん見ていただきたいのが、こちら。 えー、バングルですね。これはまあ2つは必ずつけたい。できれば3つ4つ付けて、えー、今日はしてないんですが、ウォレットチェーンですね。ここにしっかりめのものを付けると、より僕のスタイルが確立されるかなと思うんですね。で、時計も欠かせないですし、えー、リングも2つ付けています。はい。これはもう欠かせない点で,ですね。そして、内側に着ているものはですね、V ネック。見てください。この肌の 面積ですね。ここが多ければ多いほど首が長く見えて、なおかつスタイリッシュに見えるので、僕はこの V ネックが好きです。いかにこの V ネックのこの V ゾーンの深さが深いかどうか、ここにですね、僕自身は非常にこだわりを持っていまして、これは比較的深めで気に入っています。そして深めの V ネックの首元には、やはりですね、ここ、アクセサリーですね。 男にとっては欠かせない色系の漂うようなこういったアクセサリーをですね、しっかりとここにぶち込んでいます。そしてボトムスに関してはやっぱりタイトさですね。このタイトさが一番大事で、自分の足をいかに細く長く見せてくれるか。これがもう僕の中ではこだわりの、最高のこだわりのポイントかなと思うんですね。 で、今回はですね、まあ、上半身がブラックで、えー、結構しっかりとですね、引き締めているので、えー、下半身に関しては少し色の抜けたですね、えー、ダメージ系のデニムですね。僕はあの、ロックが好きで、えー、ずっとですね、追ってきたところもあるので、まあそういったちょっとこうね、えー、古い感の漂うようなそういったデニムを合わせています。細身ですね。 まあ体型なるべく変わらないようにですね、維持しているわけなんですが、えー、細身のちょっとダメージの入ったデニムを履いています。どうでしょうかかなりですね、えー、ピタッとしているので、僕のスタイルの良さがですね、えー、抜群に伝わるんじゃないのかなと思います。そして足元ローファーですね。えー、ローファーはやはりですね、 素足にですね、ローファーという形で、石田純一先生に習った形でですね、今も継続して行っています。これはですね、まあもちろん春夏はもちろんのこと、秋冬も冬雪を降っていてもですね、もちろん素足にこのような形でローファーを合わせるというのが僕のスタイルですね。まあこのスタイルをずっと守り続けてきているので、これからも継続していきたいなと思っています。 はい、ということでですね、えー、ここまで小芝居にお付き合いいただきましてありがとうございます。はい、あのですね、まあこういったスタイルの方がいるかどうかっていうのは僕の中ではちょっと持った感じはあります。ここまでの方はそんなにないかなと思うんですが、まあこのような僕自身もですね、2007、8年くらいかな、割とこう細身がまだ全盛だった時代とかは、 ま近しいところはやってたような気がしますね。まずシルエットに関してはこのようなもう細身ですね。まあデニムもここまでタイトなものは持ってなかったかなとは思うんですが、それに近しいぐらい細いものは履いていましたし、あと V ネックの T シャツとかニットなんかはもう大好物で着ていましたね。この深さですね。僕はあの黒の T シャツよりは白の アメリカンアパレルの T シャツが結構 V ネックの感じが好きでよく着ていたんですね。で、ジャケット。まあ、結構こういった形のね、シャープなジャケットもオーダーでしたくたものを着ていたりして、正直ですね、この着こなしが、なんだろうな、最初着た瞬間、自分で大爆笑したんですが、なんだろう、あの、 既視感があるというか、見たことあんなこの自分っていうのがあって、なんかこれはこれでそんなに NG じゃないかなと思いつつ、やっぱり今の空気感にはあんまり合ってないだろうなとは思うんですね。まあネックレスはさすがにしてなかったかな。アクセサリーも結構してたから、まあ、かつての自分のちょっと感じる部分もありますが、まあこのようなスタイルですね。まあ NG ポイントはいっぱいあって、まずサイズ感ですね。 ここまでタイトな感じっていうのは、今の空気感にはちょっと合いづらいし、まあ女性から見た時にちょっと警戒されると思いますね。なんかチャライだとか、夜の感じがするだとか、まあ遊んでそうだとかっていうイメージがあったりするので、あんまり 良くないと思いますね。まあ、良くないポイント第一としてはやっぱりこの V ネック型の T シャツですね。これは後ほど着替えていきたいなと思いますね。これが良くない。この素肌の露出っていうのは、これ男性の自己満足の一つだと思っていて、女性が見てあの男性セクシーだなっていうふうには、 多分ほとんど思われないと思うんですね。なので僕はこういった T シャツはまず着ることはないです。V ネックのニットなんかはたまに着ることがあるんですけども、まあ、最近は丸首のニットというものがずっと定番的にあって、それが少しずつ V ネックに戻ってきているというか、まあ、V ネックを着る方も増えてきていまして、その場合も下に白 T を着て、そしてその上に V ネックのニットを着るので、素肌があんまり見えないような分量を狙っているので、ちょっとこのような感じとは違うんですね。まあ、これは着替えなくちゃいけない。 はい。まあ、ジャケットのブラックは、ままた着方次第なので、これはこれで悪くはないですね。まあ、実際これ、ユニクロとセオリーのやつで、ま今日はたまたまこれですね。NG アイテムというわけではなくて、ま全体の世界観として着てるだけなので、これはあの着方次第で全然使えるかなと思います。まあ、デニムのやっぱりタイトさだとか、ダメージ具合っていうのも、まこれはこれで確かにオシャレに見えるんですよね。人との違いも。 あの、分かりますし、久々にこのようなですね、バキバキに細いの履きまして、これはこれでスタイルが、まあまあよく見えるなと、あ、これぐらい足細かったんだなっていうのですね、僕も実感したので、まあ悪くはないんですが、ちょっと今の時代感に合わないかなと思うので、まあちょっと少しずつ着替えていきたいなと思います。はい、ということでちょっと着替えてみました。 先ほどは V ネックのカットーを着ていましたが、まあそれをですね、ちょっと着替えて、こちら丸首のニットに変えてみたわけなんですね。そして内側にはですね、丸首の T シャツを着て、なるべくですね、肌の見える分量っていうのを調整しました。やっぱり露出が多いとですね、ちょっと今っぽく見えなかったりだとか、まあこう第三者から見た時に、ちょっとこうギラギラした感じが強いので、まあこのあたりの面積を抑えてあげるだけで、だいぶ印象は変わってくるかな。 と思いまぁ、まあ、ちょっとずつここからは変えていきたいなと思うんですが、えー、まず気になるのはですね、この色眼鏡ですね。これ私物のもので最近買ったものなんですが、やっぱりですね、第三者から見た時にはちょっとチャラく見えるので、えー、まあ同じような路線ではあるんですけども、まあ、普段しているような、えー、ブラックでクリアな レンズの方に変えてみたいと思います。まあ、こっちの方がですね、印象としては少しですね、柔らかくなってくるかなと思います。まぁ、あ、ちょっと色が入るのもいいかなと思うんですが、そのあたりは皆さんのお好みで調整をしていただきたいなと思います。どうでしょうかこれだけでもだいぶですね、バランスは取れてきたんじゃないかなと思います。 このようなスタイルの人って僕は見かけると思うんですね。例えばちょっとこうね、サーフィンやる人だとか、少しですね、古着が好きな方がミックスしながら、このようなスタイルやってたりするので、まあ決して NG ではなくなってくるかなと思います。まあ先ほどは結構持った状態のですね、キザファッションだったんですが、まあそこから少しずつ調整ができればなと思っています。続いてですね、アクセサリーの分量ですね。今はこんな具合です。 まあ、時計をして、リングが2つ。そして、右手にはバングルが2つついてるんですが、まあですね、バングルは1つにしましょうか。1個にしました。細めのバングルに切り替えて、まあ、指輪もまあ1個ぐらいでいいでしょうかね。 まあ、これぐらいにすることで、まあ、バランスとしてはですね、やりすぎないぐらいかなと思います。バングルもやっぱり女性するとちょっとチャラいというイメージがあるので、まあ、そこ気にされるならなしでいいと思いますね。まあ、時計は、まあ、装飾品としてしておくのは全然問題ないかなと思うんで、これぐらいでバランスを取りました。うん、これだったらありなんじゃないかなと思いますね。まあ、ただデニムですね、このダメージの具合は結構強いので、まあ、個人的には、まあ、これぐらい浅い感じの の色のデニムも悪くないなというふうに久々に履いて思いましたがまあ、ちょっとこの辺りのダメージ感だとか、えー、タイトすぎる感じもう少しやっぱりゆとりを持たせた方がいいとは思いますねまあ、上半身がちょっと緩めのサイズ感になってでボトムスでギュッと締めるというスタイルこれはこれであるんですよなのでお好みかなとは思うんですが、えー、このような形で調整をしました続いてですね靴ですね 素足にローファーっていうのも悪くはないんだけども、ちょっとこう今っぽくないかなという感じもするんですね。なので、じゃあちょっと足元変えましょうか。例えばですね、えっ、ー、と、こちらにジャーマントレーナーがあります。これに履き替えるだけで、また全然印象が変わるんですね。ちょっと今素足に履いちゃいますが、えー、ちゃんと靴下は履いた方がいいですね。はい、こんな感じで。 履きましたが、あ、どうでしょうかもう一気にですね、あのー、雰囲気としては、キザさが抜けるというか、まあ、これで靴下はね、ちゃんと履いたらよりですが、まあ、ローファーに比べると、えー、靴下、見えてない感じもそこまでしないので、膝さというところはだいぶ和らいだかなと思いますが、どうでしょうかあ、これはいそうですね。良さそうです。なんか、ね、先ほどみたいなタイトで、ちょっとこうね、 え、男の男性が好きそうなスタイルの方が、まあ、次の一歩として、これぐらいのスタイルにするのはありかなと思います。で、この上にじゃあアウター着てみましょうか。アウターどんなもの合うのかなっていうところで、じゃあですね、春だったらやっぱり僕は提唱するのは、ベージュのセンカラボットですね。このあたりはもう鉄板かなと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。 いいですね。僕はこの着こなししないんですよ。というのもこのデニムが履かないので、こういった着こなししないんですが、なんかこのスタイルはこのスタイルでありな気がしますね。なんかブルーデニムと割とこのステンカラーコードのベージュって意外と柔らかい色のつながりで、これはこれでめちゃくちゃいいなと思いましたね。結構好きな方もいらっしゃるかなと思うので、まあこれぐらいのスタイルですね。春にしていただくのもいいんじゃないのかなと思います。 まあブラックのジャケットもいいんですが、まああいったですね、ジャケット、あ,あいたブラックのジャケットにデニムみたいなスタイルっていうのは、まあそこまで今旬ではないのは確かなんですね。 まあ、ブラックのジャケットだったら、まあ、そのままブラックのパンツでセットアップにしてもらって、中白 T とか、えー、白のニットとか、まあ、そういったスタイルだったらいいかなと思いますし、まあ、デニムも少し色の濃いような感じのものの方がいいかなと思うし、あとはこういったデニムスラックスみたいなものですね。こういったものなんかで合わせてもらうと、まあ、ジャケットのスタイルいいかなと思うので、まあ、少しこう、キザすぎないようなデニムにしてもらった方が、まあ、よりジャケットとのはまりはいいかなと思いますね。 うん、このスタイルなかなか個人的にも好きです。あとはですね、またもう一個着こなし変えてみましょうか。 はい、ということでちょっとアウターを変えてみました。先ほどは綺麗めなステンカラーコートだったんですが、今度はですね、ナイロン系のジャケットにしてみました。こちら私物のアークテリクスのものなんですが、まあ、いわゆるこうノースペースですね。結構このあたりのシャカシャカ系のナイロンジャケット、ノースペースのものを着てる方は多いかなと思います。まあ、それに対して内側は丸首のですね、ライトグレーのニットに、ボトムスは細身のダメージデニムですね。まあこれ僕履かないですが、バランスとしてはすごくいいと思います。 思いますねまあ、このようなスタイルも、まあ、多くの男性にとっては使い勝手がいいかなと思いますし、割と似合うタイプの方もいらっしゃると思います。まあ、体育会系で、ちょっとこう、明るい雰囲気の持った方だったら、このようなスタイル似合うと思うので、まぜ、あ、ひトライをしていただきたいなと思います。うん、なんか僕自身はやらないんですが、新鮮で、なかなかいいバランスかなと思いますね。やっぱり内側ですよね。V ネックのカットソーだと、結構何を合わせても、なかなか今っぽくはならないから、 かなと思うんですが内側が丸首のニットに変わるだけで一気にですね今っぽくなるのでここだけ調整するのは大いにありかなと思いますねそしてその上に着るものなんですがちょっとスポーティーなナイロンジャケットだとかちょっと着丈の長いステンカラーコートですねこのあたりを合わせてもらえば結構デニムを変えなくてもいけるということが実証できたので、まあ、この後ですねボトムスもせっかくなので着替えてみたいと思います はい。ということで、ボトムスも変えてみました。先ほどはバキバキに細いですね、ブルーデニムを履いていたわけなんですが、そこからですね、ちょっと現代的なボトムスとして皆さんにお伝えしたいのは、まあこれですね。ブラック系のイージーパンツですね。 今履いてるのはユニクロのスマートアンクルパンツ。竹の長さはですね、ちょうど靴に触れるか触れないかぐらいのアンクル丈になっていて、シルエットは、ゆとりは桃も周もりにあって、膝から下テーパードが効いているというものがですね、今の大人の男性には似合いやすいのは間違いないかなというふうに思います。まあ、僕の方でもですね、履いていて、 安心感があるというかえ、ちゃんとですね、今の自分に戻ってきたなという感じがするんですが、ただその一方で、先ほどのものに比べると、 インパクトは薄いんですよね。アイテム単体としてのオシャレさっていうのは多分ですね、ダメージデニムの方がきっとあるんだと思うんですよ。なのでワクワク感は断然あると思うんですが、大人っぽく綺麗に目に着こなすのであればこちらの方がまあ最適解に近いかなと思います。ただこのあたりは好みが分かれるかなと思うので、先ほどのような細身のブルー系デニムでも決して NG ではないかなと思います。まあ、正直全体的に見てプレーンなので、これ,はこれ これで、退屈だよねねっってて感感じじるるる方もももいいらししゃるかもしれませんん、まあ、僕自身も実際そうでです、ね、で上に着てるのはですね、短丈系のアウターです。ダークグレーっぽい色味のもので、まあ、こういった短い丈のアウターなんかもですね、最近は少し緩めのサイズ感で着てみるのもいいかなと思います。で、足元はですね、あえて先ほどのジャーマントレーナーを履いてるんですが、やっぱり着こなし全体に今、インパクトが個人的には少ないかなと思っていまして、まあそこに対して、こういったプレーンな白系のレザー ザゃスニーカー開いちゃうと、よりですね、シンプルになってしまうので、まあそういう時には、ちょっと足元で持ってあげるだけでも、だいぶ雰囲気が変わってくるんですね。なので、ちょっとこれ履き替えてみますね。白のジャーマントレーナーを脱ぎですね。こちら。ちゃんと靴下も開きましたよ、皆さん。<laughs> はい。靴下履いた方がいいですね。えっ、ー、と、こちら。ニューバランスのスニーカーですね。まあまさに今を象徴するような、 え、ボリューミーなスニーカーなんですね。まあ、正統派のローファーだとか、白系のレザースニーカーに比べると、雰囲気はですね、ちょっとやぼったさがあるんですが、まあ、こういったものを履いてあげた方が、今っぽさっていうのは出しやすいかなと思います。どうでしょうかこういった形でスニーカーにポイントを置いてあげるだけで、だいぶ今っぽい見え方になるかなと思いますし、体育差というところがややですね、和らいだかなと思います。このような大人スタイルだと、2023年ですね、以降でも使えるような着こなしで、まあ 一番最初のスタイルですね、こちら見ていただくと、まあ、サイズ感が全然違うと思いますね。アウターのサイズ感、ボトムスのサイズ感、そして、あとは肌の露出ですね。そこのやりすぎた感じがなくなってきて、まあ今っぽさが出てくるので、このあたりも大人スタイルとしては使いやすいのかなと思います。ただこれだとちょっとシンプルすぎるので、えー、僕だったらさらにですね、ここからカスタマイズしたいなと思うんですが、まあ、全体的に色合いがちょっと重ためなので、こういう場合は上半身の 上半身ですね先ほど着ていたステンカラーコートこういったもので上半身明るくしてあげるとだいぶこれだけでもですね雰囲気変わるのでちょっと着替えてみたいと思いますはい着替えていましたがどうでしょうか これでですね、ちょうどバランスが整うかなと思います。まあ、上半身にこういったベージュを持ってきたりだとか、内側はライトグレーですね。こういった明るめの色で仕上げて、ボトムスはブラックで引き締めてあげると。で足元に関してはニューバランスのスニーカーで、ちょっとこうぽってり感を出してあげるというのが、まあ、2023年の大人スタイルとしては、 使い勝手が良くて、割と好印象かなと思います。これでコートがブラックだとかネイビーでも悪くはないんですが、ちょっと全身が重たくなってしまうので、少し明るさを取り入れてあげると、よりですね、人との違いも明確になるので、バランスとしては整いやすいかなと思います。最初のキザ山旬の着こなしもですね、なかなか悪くないと思うんですが、 ちょっとですね、外歩くには僕は気恥ずかしいなと思うので、まあこれぐらいのちょっと肩肘張らないようなリラックス感のあるスタイルをですね、まあぜひ大人の男性には試していただきたいなと思うんですね。まあそこまで難しくないのは上半身も下半身もちょっと重めの色ですね。短めの竹のアウターとブラックのパンツと行きこなし。このような感じだと割とトライしやすいかなと思うので、ここから入って、それだとちょっと退屈かなと思ったら、このようなベージュのアウターだとか、そういった綺麗めなちょっと明るい色のアウターな なんかを取り入れてもらうと、さらに柔らかさが足せるかなと思います。あとは内側に来ているこういったニットですね。ニットだけじゃなくて、例えば。 ストライプのシャツとかですね。このようなストライプのシャツなんかに変えてあげるだけでも、だいぶアクセントが取り入れられるので、先ほどのブラック系の短い丈のアウターの場合、ちょっと退屈かなと思ったら、このようなストライプのシャツなんかを入れてあげると、結構バランスが取りやすいかなと思うので、ま、ぜひこのような形で、少しずついいので着こなしでアップデートをしてもらうと、2023年現代にあったですね、そんな着こなしが楽しめるのかなというふうに思っています。 いやー、いかがでしたでしょうか、皆さん。今回の動画では、時代遅れになりがちなファッションをですね、今のトレンド感のある着こなしに少しずつアップデートするような形で、皆さんにお届けさせていただきました。まあ、ファッションには正解はないんですね。ビフォアの段階でも、あれはあれで正解で、自分が自信を持ってそのスタイルを楽しめるのであれば、僕は全く問題がないかなと思います。ただですね、 多くの方はこのスタイル今に合ってるのかなとかなんかちょっと違う気がするんだよなというような違和感が心の中にどこかあるかなと思うんですね。まあそういう方は無意のない範囲でいいと思います。まあ全身の中で1点からでもいいのでちょっと今っぽい雰囲気を取り入れてあげるだけでだいぶ変わるかなと思います。まあ時代も変わりますし自分自身もやっぱり変わるんですよね。まあ10代20代の頃とは僕自身体型も変わっていますし肌の質感だとかあとは雰囲気 髪の毛のボリューム感だとかそういったものが全部変わり続けているわけですね。その中でかつてのスタイルというものが今にぴったり合うかというとなかなか難しいのも事実なのでぜひ皆さんにはですね、今の自分自身と時代間に合ったファッションに少しずつアップデートしていただければなというふうに思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。ドメスティックブランドですとか、専門ブランドですとか、あとはセレクトショップのオリジナルですとか、まあこのあたりのですね、中級者的なアイテムをどんどん解説をしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。 また、普段ゆっくりですね、動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説をどんどん投稿しています。僕の方では、1日2回投稿していまして、僕以外のスタイリストの方も在籍しています。まあ、そういった方の記事ですとか、あとは参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、こんなもの買いましたとか、こんなコーディネートしていますっていうのをですね、共有しながら、ワイワイ楽しめるような場になってます。 でこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに